こんにちは、京都まるときびチャンネルのベッキーです。 J リーグ第22節ですね。リーグ戦としてはね、前節アビスパ福岡アウェーでね、1対0で負けてしまって、ホームアウェー両方ともねアビスパに負けてしまうっていうね、残念な結果になりました。で、天皇杯としてはね、栃木に2対1でなんとかね、イスマイラのね逆転ゴールで、勝てたはいいんで、ベスト8ですね、なりました。さて、本日ちょっとね、亀岡、なんかね、雲行きが怪しい感じがするんですけど、またスタジアムグルメとかね、そちらのマルシェの方ね、楽しみに行こうかと思います。このチャンネルはね、戦術や戦略ではね、チームのね、選手のことは全くわからないのでね、そういうのはもっと詳しい YouTube がいるので、そちらの方をご覧になってください。ナベッキーの YouTube は、こちらのスタジアムグルメやね、そういうカメラスタジアムとかもね、参加のイベントと、そちらの方を中心に紹介していく YouTube となっております。それではね、今日また、雨降る前にちょっとなんかね食べていこうかなと思います。すごいこういう配慮してはるんですね。今日 YouTube の撮影がね、令和食堂さんの方にあってね、こういうね一つ一歩買ってはるんですね。やっぱりプロ違いますね。亀岡のね、令和食堂さんね、いつもサンガサポが集まってるとこで、今日ね、YouTuber さん来られてるんで、ちょっとね、インタビューしていきます。こんにちは。すいません、YouTuber、僕みたいな底辺 YouTuber じゃなくて、すごい YouTuber らしいですけど、チャンネル名とかは、チャンネル名はうどんそばひょうひょうとって言います。今、登録者数ぐらい、何人ぐらい？28万人の、ユーチューバーさんね、今日、こちら、令和食堂さんの方にね、やって来られました。わざわざ今日、ね、亀岡、ありがとうございました。ちょっとね、撮影のとことか見させていただいたんですけど、僕みたいなちょっと1900人しかいないユーチューバーなんですけど、いろいろと勉強させていただきました。ありがとうございました。それでは、すいません、チャンネル名もう一回お願いいたします。うどんそば兵庫京都です。のチャンネル登録、よろしくお願いいたします。今日、ありがとうございました。すいません。はい、亀岡マルシェの方もだいぶね雨が止んできてね、今日はちょっとね生バンドをやるんでね、リハーサルしてはるんですけどね、今日もマルシェ楽しんでいきます。さて今日もね、いつもの精肉店の金丸さんとこのねヘレステーキ食べていこうかと思います。はい、こちら吉峰さんのね、こちらうなぎおにぎり、夏ねもう土曜のうしの土曜のうしの日なんでね、うなぎおにぎりね一つ買ってまいりました。はい、亀岡マルシェのね、いつものね、金丸さんのヘレステーキと、季節料理吉峰さんのねこのでっかいでっかいねうなぎのおにぎりですね。これ500円するんですけど、めちゃくちゃ、ね、でかいですね。このねうなぎのタレとだし巻きとねうなぎ入ったこれ500円、あとこれがねヘレステーキ900円、もうこれでねスタミナバッチシですね。早速いただいてまいります。はい、ヘレステーキいただいてまいります。うん、相変わらず美味しいヘレステーキです。そしてね、吉峰さんのね、このうなぎおにぎり、どうですかこのね、でかいでかいね、おにぎりに、うなぎ、半身ドーンって入ってあるね。これで500円ね、安いっすね。早速いただいてまいります。いやー、うなぎのおにぎりとね、ヘレステーキでね、夏バテ解消間違いなしですね。はい、今回、亀岡マルシェ初登場の餃子バーガーですね。なんと京都の恵比寿川餃子のね中島さんやってこられました。ここのね恵比寿川餃子といえばね、祇園のね餃子の湯で有名な餃子のねお店ですね。それが、今日は亀岡マルシェにやってまいりましたね。早速ね今日はちょっと餃子バーガーの方注文しましたのでね、すごい楽しみで待っております。はい、餃子の方ね、揚げ餃子500円、焼き餃子500円で、餃子バーガー500円ですね。一通り500円ですね。餃子バーガーね注文してきたんでね、ちょっとすごいですね、楽しみです。ね京都で有名な恵比寿川餃子のね中島さんがね、まさかね亀岡マルシェにやってくるとは思いませんでした。
はい、京都の恵比寿川餃子ね、めちゃくちゃ有名なお店なんですけどね、そこのね餃子バーガー500円ですね。もうこちらが、早速ね注文して出来上がりました。餃子の方はね餃子らしい餃子だったんですけど、バーガーの方の餃子はねなんかちょっとなミンチみたいな感じですね。餃子のミンチかな、皮包んでいないやつ、そんな感じの餃子バーガーです。早速いただいてまいります。うん、餃子のね具ミンチにねハンバーガーパンツ仕掛けて、でレタスとかとか入ったのね。これはなんかね一品おつな一品の餃子バーガーです。これねこじんまりとしてすごい美味しいですね。はい、本日発売の、サンガグッズですけど、ピーター・ウタカのハイブリッドタオルと、4時半ですけどシークレットアクリルキーホルダーもね完売終了していますね。それと、プーマの製品が4つ今日は新発売となっております。はい、サンガバスやってまいりました。帝国通り16時半にサンガバス選手バスねやってまいりました。あ、はい、サンガバスの方も今日もちゃんと見送りできましたのでスタジアムの方に移動してまいります。はい、京都銀行さんのねなんか提携記念、大和証券グループと京都銀行の提携記念で今日ねキーホルダー、いただきました。今日ねキーホルダー京都銀行大和証券グループの記念のキーホルダーゲッチューいたしました。はい、舞鶴市のね、市民デーなので今日はね舞鶴の、いろんなグッズをねこちら発売されております。やっぱりね、舞鶴といえばね文豪なので海軍カレーとかもね売ってられますね。先ほどね、舞鶴海軍サイダーっていうのをねちょっと食べさせていただきました。カレーの方もいっぱいね売ってます。今日はね舞鶴市民デーですね。誠にありがとうございます。京都サンガ FC のホームページでは、はい、今日ですけど片隅大作戦のねステッカー配布を行ってもらってます。先日ね7月13日ですけどね、ご存知の方もおられますけど、サンガサポーター、アウェー遠征中にね交通事故で亡くなるというねちょっと、事故がありまして、もう7年8年前ですけど、それ以降ね、今サンガサポーターは、このような片隅大作戦、まあ、ゆっくり、運転してね行こうっていう、活動行ってもらってます。でそれのね今日は、交通安全運動の片つむり大作戦ステッカー配布やっておられます。はい、いつもありがとうございます。はい、ありがとうございます。Thank you.
はい、J リーグ第22節サンフレッチェ広島 VS 京都サンガの試合、今現在終わりました。1対1の、ね、ドロー引き分けでね、まあ、サンフレッチェね、やっぱりね強いですね。寄せが早くてなかなかサンガチャンスをつかむことができなかったですけど、後半なんとかね、大前元気が、1点入れてね、負けはとりあえず避け入れました。ドロー、広島からしたらね、やっぱ勝ちたかったかもしれませんけどね、サンガもね勝ちたかったですけどね、引き分けドローってことになりました。ちょっとね、まあなんとかね負けなかっただけで良かったですねって感じですね。それでは、次回の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様、さよなら。あ、すいません、次の、8月の柏レイソル戦も、鍋木来ますのでよろしくお願いいたします。